普通にね、35分に起きたの。でも今日眠すぎると思って、でも昨日4時じゃない4時間だから、2時に寝たんです。夜遅くて昨日2時に寝て、明日起きられるかなと思って、でも朝起きれて、でも眠すぎて、でもちゃんと動かなきゃと思って、ちゃんと動いて、髪の毛がちゃんと動いたんです。ちゃんと動いて、ちゃんと動いたんです。でも眠すぎて、ちょっともう55分まで寝ようって思って、ベッドから出て55分まで、ほんのちょっと寝たけど結局50分まで寝てた。超寝起きすぎて眠い。ショールームフォローしました、ありがとうございます。そう、昨日帰ってくるの遅くて、すんごく眠い超絶眠い。今日の朝です。ほっぺツンツンしたくなる。ダメダメ、3時半ぐらい、すごい、よく起きれるね。3時半に寝たらもう完全に朝の6時半起きれないか。めっちゃ眠そうな顔だよね。本当に眠い。いつも眠いけど、今日は本当にいつも眠いして、もう寝てくださいって言われたら一瞬で寝れるし、そっからもう2時間ぐらい起きないと思う。はい、ありがとうございます。休まないです、休まないです。もうとても眠い。でもなんか朝起きたら、あれなんですよ、ツイッター開くのね。ツイッターとか SNS 見るんです。で、今日も本当にいつも以上に寝ぼけながら見たんです、ツイッター。なんか見た記憶がある、ツイッター見た記憶はあるんだけど、どういう内容があったのか全然見てなくて、見てたか覚えてなくて、今日はね、結構割と朝配信した中で過去一眠いかもしれない。
死なきゃ死なきゃだから、死にきなきゃ死にこなきゃだから、ありがとう、おはようございます。今もすっごく眠いやばいやばい、でも授業中に比べるとそれほどでもないから大丈夫です。頑張ります。おはようございます。眠いね。もうちょっとお風呂の時間を短くした方がいいのかな。昨日何時間入ってたの？1時間半とか1時間ちょっととか入っちゃうんです、私。だから寝るの遅いのかな。好きな教科は、英語か国語か、英語か国語、すごい入るんですよお風呂。そのパジャマス、ハンター?アイスです。おはようございます。暑いの大好き、お風呂。すっごい暑くしちゃう。なんか逆にこのパジャマがもっと寝起き感を醸し出してますよね。物理なんか理科でも分かれてるか、何時くらい、何時間ぐらい、1時間半とか、長い時は2時間とか入ってますよ。でも1時間とかかな、でもお風呂上がってからドライヤーするまでの時間が長くて、お風呂上がってからなかなかドライヤーかけようっていう気にならなくて、おはようございます。青ね、そう、44度にしようと思って、このままお風呂入っててちょっと44度にしてみようと思って44度にしたんですよ、お風呂の温度を。すごい汗かいた。でもあんまり良くないらしくって、なんか38度から40度くらいが一番いいんだって。ドライヤーめっちゃ時間かかるの、時間計った覚えはないけど、でも10分くらい、青の乾かし方があれなのかもしれないけど10分ちょっとか。
中学の時 AK4 級から2級、中学生で AK2 級って結構すごいですよね。でも青のお友達でも結構いたけど私は取らなかったそうやね。おはようございます。2分あればそれぐらいが本当に羨ましい。でも前髪は秒で乾くの。前髪はなんかめっちゃ秒で乾く。本当に眠い。今日はなかなか目が覚めん。42度。じゃあ青結構やっぱり高いんだね普通。あ、でも42度がね、夏でも42度入ってました。肌ありがとうございます。免許取りたい。車の免許。3倍眠いと思います。起きろう目開いてる。いつも思った、なんか普通に喋れるけど眠気の吹っ飛ぶようなコメント無理な力を全然ありがとうございます。眠気だいぶ飛んでるから最初よりか パジャマすぎて。眩しい。日差しが。3時間以下睡眠。朝。青も多分無理かも。青は最低で4時間でもこうなるけど、やっぱお睡眠時間すごい大事なんです。なんか一回中学生の頃夜更かしして、新潟来てからなんか4時に寝たんです。なんか分かんないけど起きちゃって、普通に平日なの、次の日学校あるのに、あるしその日も学校あったのに、なんか4時まで起きてて、で朝次の日の朝6時45分とか半過ぎとかに起きて、もうその日の授業本当にやばかったの覚えてる。だから2時間睡眠はね本当に良くないと思う。3時間あるかな。でもあれだ、ティフ？いつだっけな、いつのティフだっけな、前々回のティフの時はすごく朝早くて、結構夜も遅くて、で次の日朝早くて大変だと思うから、でね、ティフは屋外でやったとこ。314日おめでとう、ありがとうございます。
重な時間ですよね。私も寝る時間大好きだから。だからすごいボサボサ、テスト前とかだともう、テスト前ってなんかみんなもう前日とかもう追い詰めでさ、夜まで勉強するじゃないですか。いや人にもよるかもしれないけど、そういうの本当にできなくてだからオールとかしたこと、オールしたことないんです。もう眠くなっちゃってダメダメだから。そう、あ、なんか目覚めてきた。あ、眠いけど。おはようございます。お仕事の朝だと、でももうそれはある。なんかもう今日は絶対に遅刻しちゃダメだとか思った時はめっちゃ早く起きて、起きる。テスト期間はね、寝ちゃうんです。草、火、水から一つ、草、火、水一つ選ぶとしたら、水、水、水がいい。なんか水色、水色、なんか透明な水色が好きだから喋るボリューム上げるため。本当？じゃあちょっと声を大きくして喋る。おはようございます。勉強時間？わかんない。テスト前とかは割と通常よりかはするけど、どれくらいしてんだろう。でもしないときは本当にしないんですよ。何時間ぐらいしてんだろう。平日だと2時間とかしてるかな。土日もそれくらい。でもどれくらいだ。でもなんかテスト前にめっちゃ7時間とか8時間とか勉強しないかな。あんま良くないのかもしれないけど、仕事行ってきます。行ってらっしゃい行ってらっしゃいまし日々豚ラッコ、おはようございます。はい、お嬢さん、あ、お嬢様だなんて今日見に来れてありがとう。今日もめっちゃ寝起き。今日はじめまして。はじめまして、古舘葵です。毎日2時間ぐらいしてるかも。でもしないときはテスト前でも本当にしないですよ。するときはそれくらいするけど、しないときは本当にしないです。でもなんか中学生の頃はよく移動時間とかお仕事行くときとかの
移動時間で頑張って英単語覚えようと思って、あれなんです、なんかチャンクっていう懐かしい、なんかチャンクっていう英単語の本があるんですけど、それをずっと覚えてました。チャンクテストって言って、最近おうちの眉毛が、それはね気のせいかもしれない眉毛全然ないです。でも、ああでも生えてきたかもしれない、眉毛前よりか、どうなんだろう。でもなんか前に比べたら眉毛の形をはっきりさせたからそう見えるのかもしれないけど、眉毛の量的には全然変わってないそう、あのセンスの、どれだろう嬉しい、ありがとうございます。先生ママって呼んだこと、あ、あるかも、あるある、先生もあるし、マネージャーさんなんてめっちゃあるかも、最近はないけど、さきありがとうございます、フォローしました、ありがとうございます、古田てはいですおはようございます。でもどうなんだろう、サラとかもよくマネージャーさんのことママって言ってるイメージある、間違えてたよ、だから何なんだろう。でも高校生くらいになったらそんなこともなくなるのかな。あとマネージャーさんをママじゃなくて先生、あ、先生とも間違えちゃう、先生ってそう、先生はあるかな、マネージャーさんを先生呼びすることでも学校の先生はママ呼びやある、普通に女の子ってママ呼びなの、確かに。でも幼稚園くらいの頃に、あ、もしかしてママってもう子供っぽいのかなって幼稚園の時に思ったことがあって、お母さんって呼んだけど全然治んなかった、治んなくて今はもうちょこっと諦めましたそう、お母さん、なんかママがお母さん、なんかママはママって感じがするから、ママはお母さんって感じがしないんです。そう、おはようございます。でも学校の先生とかにも言われた、学校のちょっと厳しそうな、先生に、いやもう小学校4年生くらいかな、4年生になったらお母さんって直した方がいいですよみたいなのをクラス全員に言ってて、やばと思った星最初できてありがとうございます諦め、そう、でも最近は区別をできるように、でもショールームだとどうしてもママ呼びになっちゃうんだよね。でもなんかただ大人の人とか
話すときはお母さんって。おかん、でも青のお兄ちゃんおかんって言ってないでも家ではママって呼んでるけど、多分友達の前とかではお母さんとか母さんなんだと思うけど、聞いたことない。同級生にさん付け、名前で呼んでました。何々ちゃんって呼んでた。でもなんか小学生って特に、小学生っての女子って特にさ、なんか名字にさん付けがちだよね。何なんだろうあれ。教科書、そんなことあるんだ。それ困るね。それから来ました。ありがとうございますありがとうございます。おはようございます。女の子はお父さんと仲悪い時期あるけど、そうですか。でもこの前電話拒否しちゃいました。でも嫌いじゃないです、好きです好き好き、パパ好きですけど、あんまり喋らないそう、なんかママと電話しててパパとたまには喋るって言われたけど、いいって言っちゃったからパパごめんって。なんかパパから電話き、あ、もう挟んだ。パパから電話来て、それを断ったわけじゃないけど良くないですよね。私もそう思うんですはい、ということでゲストと星のぎありがとうございました。夜も見に来てください。7時からです。目覚めたよ。お休みじゃね、いつもお休みって言っちゃう。また夜バイバイ、ありがとうございました。バイバイキーン、バイバーイ。